ゾーンってことでね、はい。アマゾンから、先日注文したね、パチモンクロームキャスト。もう届きましたよ。超早い。えー、あのね、動画はちょっと撮った日が、公開した日がちょっといつか分かんないんだけど、24時間経たずにね、来ましたよ。富山なのに。早くないですか。早速もう開封しますね。 じゃらららららとね。もう前置きはどうでもいいんだよ、こういうのってね。前置き長すぎんだよね、これね。こういう動画ってさ。あれ、なんであな長いんだろう、前置き。お前もだろって話なんだけどね。ちょっと待ってじゃららら。じゃららららら。らららら。ららららら。パンとね。はい。開きました。うわ中入ってますな。はい。ほらほら。 がっつり梱包されてますよって、もう出してます。<laughs> 新しいでしょ、出し方。<laughs> ペイント。もう開けてました。はいはいはい。失礼失礼、えー。今回ね、紹介しているのはこちら。ミラースクリーンっていう商品なんですね。はい。これね、何するものかといったらですね、こういうね、 このが、えー、とスマートフォンの画面をあのテレビとかモニターの大きい画面でね見ようというものなんですよ。ここに映ってるものを、えー、とミラーリングするっていうマシーンなんです。マシーンだって <laughs> デバイスですね。はい。まあ メインとしてはね、本来の目的としてはですね動画とか映画なんかのコンテンツ、まあ、それを視聴するための、まあ、エンターテインメントのための機械なんですね。はい、なんだけど、あのーまあ、僕としてはですねそれよりも、まあ、スマホの画面をそのまま映せるんで、えーまあ、これでね あのブラウジングとかねあとはドキュメントを使って原稿書きしたり、まあ、あとは YouTube の動画管理とか、えー、例えばね、まあ、こう外にこう持ち歩いてこう写真撮影とか動画撮影とかやったものをこの中に入ったねまあ本体のストレージとかマイクロ SD カードに入った記憶したものを直接ガッチャンコと差し込んでモニターにパッとこうすぐに しし出してこうアップロードできるとお今までだったらねこうスマートフォンで撮ったやつを一旦このパソコンに写してからねアップロードしたっていうねその一手間がなくなるからすごいんじゃないかなと思って。 まあすなわちね、あの、サムスンデックスでしたっけあとは、あの、ファーウェイのメイト10とか、あんなみたいな感覚で、スマートフォンを、まあ、PC 的に使う、まあ、厳密にはね、ちょっと違うんだけどね、あちらはちゃんと PC 用画面になるんだけど、こっちはね、そのまま映したやつを大画面にするだけの違いはあるんだけど、まあ、この、Windows Continuum よりも、超手軽に、お手軽に、これを、その、 pc のような感覚、スマートフォンを pc のような感覚で、えー、使うことができたらすごくないですかすごくないすごくなくないなくなくないってことでね、前置き長いわってことでね、まあこれ早速 <laughs>、もう中身を開けていきましょう。ね、どんな感じかね。はい。ミラースクリーン。なんかこう楽しそうにしていますけど、まあまあこういうことですね、まあ、タブレットでも使えるそうですね。ここの画面を、まあこういうふうにテレビ画面にでっかく 写しようといいものでございます、はい、裏はこんな感じですね。なんかいろいろ脳書き書いてますけど、も読めないね、うん。このスペック自体がね、128メガバイトの ROM?RAM? うん。CPU が AM82。CPU って何なんだろうね。まあ一応なんかコンピューター的な処理はするんでしょうね。この本体でね。 ここの画面、だから性能ってここに依存するんじゃないのかなここにも依存するのかなそこがちょっとどうなってんのただ単に映すだけのものではないのかなそこがちょっとどうなってんのかが謎です。はい。中身ね、開けていきましょう。はい。まず説明書が入ってます。中国語と、 えいこうか。これはようわからんなあ。難しそうですね。設定とかね。なんかいろいろあるみたいですね。これはアプリか。アプリを、スマホにアプリ入れて、なんか設定するんだろうね。うんまあ、本体。本体。これが線。線的なやつ。あ、ここにね、マイクロ、USB があるんで、多分これに。 刺して、まあ本体と連結させて、まあこう画面に映すというものになるんじゃないかなと思います。あとなんかこういうのがついてます。なんかこういう機械がついてます。これは電源でしょうね。あの USB のアダプターにつなぐということですな。はい。で、本体は、あ、これですね、本体。出てきました。なんかいきなりここに。 指紋がついてるるるここわかか見えるかなちょっと見えづらいかな肉眼だとね指紋がついてるのがわかるんだけどねこれ取れたわ <laughs> 頼むよみたいなねあ,あと大きさはねちょっと思ったより大きいかなこんな感じですけどね何かねアマゾンのそのウェブサイトで見たらもっとい USB メモリーぐらいの大きさかなと思ったんだけど。USB メモリーはこれぐらいだからね。まあちょっと USB メモリーよりも一回り大きいかなという感じ。まあまあ、まあ、コンパクトですよね。これ,これが HDMI 端子になってて、モニターの後ろにぶっさしますよというものでございます。はい。こちらでやればいいかな。はい。で、えー、っと、 これがあ、まあ、二股になってるとということです、ね、んこれはちょっと待てよ電源がちょっと待てよはい番組の途中ですがここで緊急速報です実はこの商品わかりますか技フ <laughs> に対応しておりませんでした マジかよーっていう感じでね。これね、ちょっとこれ線で、あれと思ったんですよ。これね、このマイクロ USB、先ほどここに刺すって言いましたよね、ここに。じゃなくて、これはただ単に、この、あの、ミラースクリーンの、ドングルのね、電源の、 マイクレ USB でした。で、ここから電源を引き込んで、で、ここで多分 Wi-Fi の電波を飛ばして、ここと接続するみたいです。はい。だから、これ Wi-Fi 使うので、儀的に対応してないと使えないんですよ。<laughs> なんだよと思ってね、ガクって感じですね。あーあー。 あのねまあ、安物買いの銭失いっていうのは、まあ、ちょっとこう当初からオチにしようかなと思ったんですよ。あのっていうのはまあなんかねレビュー見るとこうすぐ壊れるよみたいなこういうのがちょっと結構あったんでねまあまあ壊れてちゃんちゃんっていう感じでやろうと思ったんだけどそれ以前の問題でしたわね、はい。これはちょっと動画で使うことができないですね。あー残念うーん ちょっと使えたらいいなと思ったんですけどねもうこれダメですねはいというわけでねあの擬、ー、<laughs> 的に対応してませんでしたっていうお話でしたはいああということですね、えー、まあまあ素直にクロームキャストは買ってきますわあ上心で持ってないかね見てきますはい というわけで今回は、はいえー、ミラーキャストスクリーン、えー、ただ単にねあの箱から出してね擬滴に対応してないのを確認しただけの動画でございました大変失礼しましたえーサトチュンチャンネルでした何だこれはもう